Hey, what's happening, JLab2? 西村もとい here, back with、another video which is useful for someone somewhere. というわけで、はい、西村もといです。あのね、ちょっとあれなんですよ。ガジェットの関係の情報をね、いろいろ調べてたんですけどね、ね、YouTube たくさんレビュー上がってるんで、いろいろそのガジェット情報を検索してたんですけど、日本人の方ね、やっぱその、すごい動画完成度高いですよね。ほんまそれすごいっすわ。いやー、で、まあそれね、本当にもう、他のね、他の追随を許さないレベルでね、動画作ってはるんですけどね、皆さん。ただ、私が欲しい情報がちょっとマニアックな情報だったせいで、情報自体がなかなかなかったんですよね。で、どうしようかな、まあ、困ってたんですけど、目先変えて、まあ、検索すると、ね、英語圏の情報が出てくるんで、まあ、別に、ま、それ、ちょっと、そこを見たらもしかしたら、ね、有益な情報があるんじゃないかと思って、まあ、そう見てるとね、すごい情報の宝庫なんですよね、そのやっぱり。その英語の動画をね、その見ないっていうのがやっぱちょっと良くなくて、そこにすごい情報がたくさんあったと。単純にその英語圏の方が人口多いですよね、それは日本語圏の人よりもね。だからもう圧倒的にそれで、その情報に出会う確率が上がるんですよね。で、こんなこと言うとあれなんですけど、前ね、その以前にその動画でちょっと話したことあるんですけど、まあ、それは説明欄の方にリンク貼っときますんで、もし見たことない人いたら見てください。で、語学とか、まあ、どうでもええやんみたいな風なことを言ったことあるんですよ。で、まあ、私自身も語学どうでもええ派で、英語苦手なんですよね。で、テキストに起こしてあれば別にまあ普通に読めるんですけど、日常的にその英語をそのツールとしてね、使うっていうことを、まあ、訓練をもう放棄してるんで、英会話っていうのが あんまできないんですよ。普通に、何ですか、その日常でね、なんか困るようなことがあって、それでなんかやり取りすることぐらいはできるんですけど、でね、私全然知らなかったんですけど、その自動の字幕ってあれ、まあ、つけれるんですよね。で、それをね、英語の場合って、その自動の字幕のね、精度がやばい。で、例えば、テッドって知ってますかね？あれですよ。まあ、いろんな領域のね、専門家の方々が、まあ、すごい印象的なプレゼンをね、バンバンやってくれるっていう、しかもそれが、YouTube 上がってるんで、全部タダで見れるっていう、素晴らしいサイトじゃない、チャンネルがあるんですけど、YouTube にもね。で、まあ、私なんかの話よりもね、よっぽどその役に立つプレゼンたくさん聞けるんで、まあ、ぜひ、ね、知らない人聞いてみたらいいかなと思うんですけど、あれね、英語学習者の人いたら結構勉強にもなる気するんでね、見ていただければと思います。あれね、あれに関しては私も前から多少は知ってて、きちんと、あれはね、人力で字幕ついてるんですよ、自動じゃなくて、多分ね。オフィシャルにきちんとつけてるんで、場合によってはね、動画によっては日本語の字幕までついているものもあったりします。で、人的でつけてる部分にはいいんですけどね、でもあれは、ちゃんとした大きな規模でね、活動としてやってるから人力で字幕ついてますけど、そこらの兄ちゃんが上げた動画にいちいち人力で全部字幕なんかつけないんで、そうなるとやっぱ人工知能が、自動で、ね、翻訳じゃない字幕を、音声で聞いたものを多分こう言ってるんだろうっていう字幕を自動でつけていくっていう、まあ、それはなんとかサービスでいけると。で、それがね、英語に関してはものすごい精度高かったです。まあ、95% ぐらい合ってるんじゃないですかね、あれ。うん、だから、私みたいに英語を日常的に使う訓練をしてない。まあ、英語は別に読めはするけど、なんか、ね、聞いてスッと頭に入れるほどの訓練はしてないっていう人間だとね、あれ、すごい便利でした。で、そんだけ英語いけるんやったら、もしかして日本語もいけんのかなと思って試しに見てみたらね、結構ひどいことになりましたよ。実用のレベルなんだ、あれ、絶対英語だけだと思いますが。ちょっと、見てみましょうか。ちょっと待ってくださいね。私の、動画をちょっと字幕ありで見てみましょうか。米と他と共にある。それがクソ。ね。ちょっと今見てもらいましたけど、どう考えてもおかしいですよね。ちょっともう一回見てみましょうか。米と他と共にある。米と
うん、米とかとってもにある、それが XO ね日本人だったらこれはまあ XO、 XO じゃんね、 XO じゃんですか。まあ確かにその見た目似てますけどね、 XO じゃんとね、クソと英語圏の人が見るとこの XO ってあれですよね、キスエンハグみたいな意味ですよね。あのクソはキスアンドハグだとおっしゃってますね。あの全然読み取ってないですよね。ちなみになんですが、ちょっと他のね、動画配信者のね、方、有名どころの人のもちょっと見てみました。まあ、あの、動画ここはちょっと出せないんで、結果だけちょっとお伝えしますけど、瀬戸康史さんのあれですね、あの、オープニングのやつですね。あれね、あの、皆さん見てもらったらわかると思います。自動の、ね、自動生成の日本語字幕つけてみてください。ヘッドコーチは動画。っていうのが出てきます。いや、なかなか深いですよね。これも多分あれですよね、動画を見て育ったってい う, も う, こう YouTube ネイティブ世代だとそういう感じになるんでしょうね、うん、その私にとってのヘッドコーチは、まあ、動画だからみたいなね、だからヘッドコーチは動画みたいな。でね、あのあとあれですわ、ヒカキンさんのもちょっとね見てみたんですけどね、あの自動生成でこれつけたら字幕完璧なんですよ。マジでみたいな、完璧な字幕ついてて、やっぱそのヒューマンビートボクサーなん でこの字幕に関してもこう日本語の発音完璧なんかなって思ってたんですけど、まあ、そんなはずないなと思ってチェックしたら、あの上あれですわ、あと人力の字幕ついてたんですよ。さすがですよね、やっぱりヒカキンさんのレベルになると人力の字幕をつけるんですね。というわけでちょ人力を切ったらやっぱえらいことになりましたね。水先人 1.1.1 みたいな、ね、2007年にハロー11ドル同町課金で7 むちゃくちゃでしょ。もうそうなるともうここも完全むちゃくちゃなんですよね。瀬戸康史さんはまだギリ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 日本語にはなってたんですよね。ヘッドコーチは動画はなってたんですけど、いやいや、やばかったですよね。まあ、私のも結構日本語になってなかったですけど、このヒカキンさんのもうむちゃくちゃっすわ。ね、水先人 1.1.1。ね、2007年にハロー11ドル。同町課金で7。やばいでしょ。あの、話戻しますね。でね。というわけで、日本語の字幕は全然使い物にならないんですよ。で、ただ英語の字幕に関してはね、私結構な本数見ましたけど、結構いけてます。もう本当にもう 95% ぐらいってさっき言いましたけど、ほんまそれぐらいのレベル、下手したらもっといけてんじゃないですかね。その、めちゃくちゃ早口でね、もうゴニョゴニョ喋ってる英語とかもほぼほぼ合ってます。うん。なんで、その、欲しい情報をね、動画で探してる皆さんは、ちょっとどうしても見つからないマニアックな情報とかあるんだったらね、目先書いて、その英語の動画ね、あの、検索対象に広げて入れてあげますと、一気に世界が広がると思いますね。その結局、英語圏で発信されてる情報って、日本語になって、その日本の方入ってくるっていうまで、やっぱそのタイムラグがありますしね。下手したら、その、日本まで来ないっていうこともあるでしょう。ね。なんで、その英語、まあ、いける人はね、もうそれぜひやってみたらいいかなと思うんですけど、英語苦手な人でもね、あの字幕の精度がかなり高いんで、ちょっとなんか、ここ大事なこと言ってそうっていう部分の字幕をね、あの自動翻訳ぶっ込んだりするだけでもね、結構いける気しますね。うん。っていう感じですかね。うん。まあ、所詮ね、まあ、Google はね、まあ、USA の企業なんで、そら英語圏に比べて日本語圏とかね、その小さな市場、ね、後回しにされますよね。うん。だからまあ、英語を喋れる、ね、英語圏で生まれ育った人々っていうのはある種やっぱ情報的には恵まれてる部分がまあ間違いなくあるということですよね。それはね、世の中は平等ではないということが本日の結論で。でもね、あの、英語勉強するなって言いましたけど、まあ、最小限の英文法ぐらいも分かってれば、あの、何が大事かとか、どこを自動翻訳ぶっ込もうとかっていう判断がね、あの、できるんで、全くゼロよりはもしかしたらちょっとぐらいできてた方がいいのかなっていうのが現実でしたね。もう最終的に本当にそのテクノロジーが発達すれば、私はもう語学は全く絶対いらないと、その、なんだ、文学を楽しむとかっていう趣味レベルじゃないといらないと思ってますけど、現状はまだ
テクノロジーが追いついていないので、まあ、英語ぐらいはできた方が役に立つ局面はあるのかなっていう感じを受けました。それではまあ今日はこういう感じで、またお会いしましょう。さよなら。